はい、望月凛です。今回は慶応義塾大学ウェルビーイングリサーチセンター長である前野隆さんの書かれた年収が増えれば増えるほど幸せになれますかを解説していきます。この本は一言で言うとお金があるイコール幸せではないということを教えてくれる本だ。いやいや、何を言ってるんですか。お金がたくさんあって何でも買えるようになれば幸せに決まってるでしょ。俺だって年収が増えたらもっと幸せになれるのになっていつも思ってますよ。お前のように日本人はもっと多くの財産があれば幸せになれるのにと思っている人が多い。ほーら、みんなそう思ってるってことはそれが真実なんですって。だがその考え方は自分を不幸にしてしまうぞ。自分を不幸にする？ああ、なぜなら幸せを構築する要素はお金だけではないからだ。結論から言ってしまうと年収が増えたところで実は大して幸せになることはできない。だからもし幸せになりたいのならまずはお金イコール幸せという価値観を変える必要があるだろう。今回の授業を受ければお金がなくても幸せになれる方法を知り自分の人生をもっと豊かにしていくことができるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目はお金があっても不幸になるだな。お前は宝くじで10億円当てたら幸せになれると思うか？そりゃもちろん幸せですよ。何でも変えて好きなところに住めて最高じゃないですか。ついでに仕事も辞めちゃいます。信じられないかもしれないが実はお金を持っているということは人を不幸にすることもあるんだ。そして実際に不幸な億万長者はたくさんいる。え、そんな人本当にいるんですか？ああ、億万長者が幸せになれないパターンはいくつかある。そのうちの一つがお金の使い方を間違えてしまうパターンだ。ん？どういうことですか？一つ実例を挙げよう。元ナショナルフットボールリーグのある選手は2001年から10年間にわたりチームの中心選手として活躍していた。その報酬は莫大なものだったそうだ。しかし引退後遊園地ビジネスに15億円、その他2つの事業に12億円の計27億円を投資して全て失敗してしまい結局2年で自己破産してしまったという。うわ、そんなこともあるのか。ああ、他にも宝くじで高額当選した人などは当選した途端に生活がおかしくなって人間関係や人生をめちゃくちゃにしてしまう人も多い。宝くじに当選した人の幸福度を測ったところ一般の人よりも低かったという研究結果もあるくらいだ。いきなり大金が舞い込んできちゃうとうまくいかないことが多いんですね。そういうことだな。この本にはお金は誰にでも稼げるが使うには教養がいると書いてあるがまさにそういうことなのだろう。次は物を買っても幸せになれないだな。億万長者でも幸せになれないパターンは他にもある。例えば優越感と幸福を履き違えてしまっているパターンだな。まあ簡単に言えば優越感を感じるために物を買いそれによって幸せになれると勘違いしてしまっているケースだ。優越感っていうと他人に自慢するために高級車を買うみたいな感じですかね。そんな感じだな。経済学者のロバート・フランクは他人との比較によって満足が得られる財のことを地位財、他人との比較とは関係なく満足が得られる財を非地位財と呼んだ。地位財とは例えばお金、社会的地位、物などだな。対して非地位財には健康や自主性、自由や愛情などが挙げられる。地位財による幸福は長続きしないのに対し非地位財による幸福は長続きするという特徴があることが分かっている。へえ、そうなのか。ああ、例えば高級時計や高級車を手に入れるとその瞬間は嬉しいしみんなに自慢したいと思うだろう。しかしだんだんとその幸せは薄れまた別の車が欲しいと思うようになる。確かに物を買った瞬間は嬉しいですけどだんだんと当たり前になっていっちゃうんですよね。そうだな。それに対して好きな人とドライブに行った思い出などは非地位財だ。これはきっとレンタカーや中古車で行ったドライブだったとしても一生自分の中に残る幸せになるだろう。そういうのっていつ思い出しても楽しかったなって思いますよね。そう考えると物を手に入れるだけじゃ幸せにはなれないってことか。その通り。いくら物をたくさん持っていても非地位財を大事にしなければ幸せは長続きしないんだ。次はお金で満たされるのは満足だけだな。年収が上がることによって満たされるのは満足度であって
幸福そのものではない。ん？満足度と幸福は違うものってことですか？そうだ。満足度というのは身の回りの様々な事柄にどれだけ満足しているかを示す指標だ。例えばいい家に住めば家への満足度が上がるし、いいものを食べれば食への満足度が上がるといった感じだな。ふむふむ。一方で幸せとはいろいろな満足が合わさって成り立っているものだ。この図にあるように食への満足、健康への満足、職場への満足などいろいろな満足が合わさって初めて幸せだと言えるわけだな。どれか一つの満足度が高くても幸せとは言えないってことか。その通り。だから例えばいい家に住んで高級なものを食べて生活満足度が高くても、孤独で気がめいっていて感情的な満足度が低ければ、それは幸せではない。このように幸せというのは様々な満足の合わせ技であるということだな。なるほどな。お金をたくさん持ったところで満たすことができるのはその満足のうちの一部でしかない。つまりお金を持っているだけでは幸せにはなれないというわけだ。次は〇〇なら幸せは不幸の始まりだな。お前は先ほどもっと収入があれば幸せなのにと言っていたが、これは自分を不幸にする考え方だ。フォーカシングイリュージョンという言葉を知っているか？初めて聞きましたね。これはプリンストン大学の名誉教授であるダニエル・カーネマンが提唱した心の特徴だ。カーネマンは人は所得などの特定の価値を得ることが必ずしも幸福に直結しないにもかかわらず、それらを過大評価してしまう傾向があると言っている。過大評価か。ああ、収入が高いということが幸せに直結するわけではないにもかかわらず、もっと収入があれば幸せなのにと考えてしまうのはまさにこのフォーカシングイリュージョンに陥っている状態というわけだな。結婚できれば幸せなのに、マイホームがあれば幸せなのにといったように、人は幸せに特定の条件をつけたがる。こういう〇〇なら幸せなのにという考え方は人を不幸にする。こういう人の深層心理には〇〇でない今の自分は幸せにはなれないという意識があるからだ。しかし結婚できなくても幸せな人は幸せだし、マイホームがなくても幸せな家族はいる。そうだよな。別にそれが手に入らなくても幸せな人は幸せですもんね。ああ、気づかないうちに自分がフォーカシングイリュージョンに陥ってしまっていないか今一度振り返ってみよう。次は感謝の気持ちを持つだな。ここまでお金があっても幸せになれるわけではないという話をしてきた。ではどうすれば幸せになれるのか。その鍵は感謝にある。はぁ？感謝？お前は感謝というものをバカにしているようだな。言っておくが、感謝の心はとても大事なものだぞ。著者の前野さんは以前、年収400万円でも幸せな人と年収1000万円でも不幸な人の比較調査に協力したことがあるという。その結果は明らかで、年収1000万円でも不幸な人はお金が足りない、もっとお金が欲しいとばかり思っており、信頼できる仲間も少ない傾向にあったという。しかし一方で、年収400万円でも幸せな人はこれだけもらえてありがたい、今の生活に感謝していると感謝の気持ちを持っていたんだ。感謝をしているかどうかで幸せの感じ方にも差が出るものなのか。ああ、きっと感謝の心が持てる人たちは年収が3分の1になっても幸せで居続けることができるだろう。逆に不平不満ばかり言っている人は年収がどこまでいっても幸せにはなれなさそうですよね。そうだな。さらに感謝をしていると物欲が低下し幸福度が高まるという研究結果もある。つまり感謝をしていると物欲に振り回されることなく幸せに生きることができるというわけだ。次はやりがいを持ち強みを生かすだな。年収が低かったとしてもやりがいを持って自分の強みを生かした仕事をしている人は幸せを感じやすい。例えばアーティストとかフォトグラファー、ダンサーといったようなクリエイティブな仕事をしている人の中には、それ一本で食べていけるくらい稼げなくても幸せそうな人が少なくない。それは彼らがやりがいを持って自分の強みを生かせる仕事をしているからだ。自分の仕事にやりがいがあるからこそ収入が低くても仕事を続けられるわけか。好きなことを仕事にするって大事なことなんだな。その通り。さらに強みが生かせているというのも大事な要素だ。幸福学の分析では、自分の強みがある人、その強みを社会で生かしている人、そしてそんな自分が本当になりたかった自分であると言える人、こういう人は幸せであることが分かっている。自分の強みを生かすか。自分の強みを生かせる場所って一体どこなんだろうな。今自分の強みを生かせる仕事がないと悩んでいる人は、いろんな人と話してみるといい。
自分の強みがどこで使えるか自分で思いつく範囲には限界がある。だがいろんな人と話し多様なアドバイスをもらうことで自分の能力が活かせる分野を見つけられる確率も上がるだろう。次は他人のためにお金を使うだな。お金は使い方を誤れば逆に自分を不幸にしてしまうことにもなりかねない。どうお金を使うかって大事ですよね。ああ、そして実は幸せになるお金の使い方というものがある。人のためにお金を使うのだ。え、人のために？そうだ、カナダの心理学者エリザベス・ダンが行ったある実験がある。実験では630人の男女にお金を自分のために使った時とお金を他人にあげた時の幸福度をそれぞれ5段階で評価してもらった。するとお金を他人にあげた時の幸福度の方が高いという結果が出たんだ。マジで？ああ、マジだ。また会社員のボーナスの使い道を調査したところ、寄付などの社会のために使った額が大きいほど幸福度が高いという結果が出た。ボーナスの3分の1を社会のために使った人は全く使わなかった人より 20% も幸福度が高かったんだ。そうなのか。今まで誰かにお金を使うなんて誕生日プレゼント以外考えたこともなかったんですけど、俺もコンビニのレジで寄付するくらいのことから始めてみようかな。まずはそれくらいでもいいと思うぞ。少額でもいいから誰かのためにお金を使うという習慣をつけるといい。そうすることによって人にお金を使うことで幸せを感じるということを実感できるようになるだろう。最後は物より体験にお金を使うだな。同じお金を使うのであれば物ではなく体験にお金を使うようにしよう。物は形に残るから形に残らない体験よりも幸せになれると思われがちだが、実は逆だ。物がもたらす幸せは一瞬だが体験がもたらす幸せは一生ものだ。小さいと非小さいの話の時にあったやつですね。ああ、実際に10万円の服を買うのと10万円で旅行に行くのとでは後者の方が幸せを感じられるという研究もある。なるほどな。体験にお金を使うか。体験って言ってもいろいろあるので何にお金を使うか悩んじゃいますね。それなら自分を成長させる経験にお金を使うというのはどうだ。例えば何か習い事を始めてみるとか語学を勉強してみるとか、自分の能力を高めることができるし、習い事を通して仲間もできるかもしれないぞ。なるほど、大人の習い事か。それなんか楽しそうですね。ああ、習い事に限らずいろいろな体験にお金を使ってみるといい。物をネットで買わずに店に行って買うというのもいいかもしれないな。例えばテレビを買おうと思った時にネットで済ましてしまうのではなく地元の家電屋さんに行ってみるんだ。そこで店員さんに相談してみればテレビの選び方に関する有益な情報も得られるかもしれないし、そこにお金を落とすことで地域にお金を還元することもできる。お、それいいかも。このように物を買う時にもなるべく体験を得られる方法を選ぶといいだろう。まとめだな。お金があっても不幸になる。物を買っても幸せになれない。お金で満たされるのは満足だけ。〇〇なら幸せは不幸の始まり。感謝の気持ちを持つ。やりがいを持ち強みを生かす。他人のためにお金を使う。物より体験にお金を使うだな。なんか今日の授業はいろいろ考えさせられましたね。お金をたくさん持っていれば幸せになれるというわけでもないんだな。ああ、今回の授業で話したようにお金がなくても十分幸せになることはできる。それをお金があればもっと幸せなのにという言葉で蓋をしないで今の状況でどう幸せになるかを探っていってくれ。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。